あるんですか、あれ。ありますよ。たまに僕は面倒くさしねって言って、カーボンタンクは大丈夫だ、ダメです。いくらやってもやっぱり幽霊列車なかった。とりあえず油だけ与えて、ニアワックスの下から、とりあえずニアのとこグリル塗ったくって、あと可動部にちょっとやってた感じですね。音は消えない。あれ音は消えない。音は消えない。なあ、本当に。なんでこんなにいるの？本番だね。準備が本番だね。やっぱ同人の遊びだな、これ。大学の底面を、一応ちょっとの遊びだけ残さないと、それこそ走れなくなっちゃうんで、それギリギリまで削って、まあ、大体止め直せば、縦揺れはなくなります。揺れは無理だな。じゃあお任せします。最悪なんか薄い帯板を貼っつければそれでなくなるかなぐらい。それ自分でやってもいいですし、ゆうきちゃん、それもお子さんにやってもらっちゃってもいいんですけどね。それもお子さんもお忙しくなければいいんですけど、あの弾打ち修理すべきやつらばっかり。ちょっと入れてもらっていいですか？ああ、ちょっとだな。入れてください。とりあえずここにグリッパー与えて。感覚もあってもいいんだけどね。宮沢って安、なんか当時に安くてよく走るじゃ走るんだと思うんですけど、設計はまだ良かったけど製造がダメ。ここまであるんだよ。細かいのは細かいところまでは気にしないんで、走ればいいんですよ。走ればちゃんと今の状態が最低ラインだから。モーター変えただけじゃこっちはダメです。モーター変えても揺れますからね、きっとこれ。一番簡単なのっていうか、総務さんでもできるやり方としては、やろうと思えば何でもできるんですけど、平らなところに排水の2000番とかあの辺りに行って、ちょっとずつやりながら、それで感覚が大丈夫か。削るって第3通りのところじゃん。いやいやいや、全体的に。全体的にこれ遊びってすぎてる。その縦に対して。確かに一番下のカバー、どういうことか分かった。やっと言ってることが分かりました。これ、大学の受験のところが四角く削られてるんですけど、それが深すぎるんですよ。軸はその動輪軸に対して深すぎるんで、だから縦の遊びができてこっち入れてるんだ。だからもう全体的にそれを等間隔に鳴らしていけば全部の間隔がなくなって縦揺れがなくなるっていう感じ。あとはボタン、ね、下のカバーのところ取っちゃって車輪取って動輪軸で締めてみたいな。あの真面目にやってる。 D50 が一番ダメなんです。もう二度と書いてない。しっかり締めてやるだけで変わりますかね。やっぱモーターはなんか状態いいんですね。モーター大丈夫ですね。これならもう油さすよく回るやつ。